さて4月になりまして、例のあの時期がやってまいりました。そう、春の散財シーズンです。犬飼いさんたちのお財布が寂しくなる季節がやってまいりました、我が家は6頭いますのでね、6頭のフェラリアの検査と投薬と、あと狂犬病のワクチンですね、それが、6頭なかなかのなかなかのお値段でございます。まあ、仕方ないね、これはやらないといけないんでね。で、1週間空けたら、ハッシュが打てるということなので、また来週あたりに今度はハッシュのワクチンを打つに、行きたいと思います。さて、パルちゃん、パルちゃん久しぶりだよね、病院行くのね。よっ、ね、まあ1回ね、うちに来たばっかりの時にお腹壊して、それ以来は1回も病院に行ってないっていう素晴らしい、健康有料児でございます。あ、車の中が荷物いっぱいなのはね、このままあの犬小屋に帰るためですけれども、はい、今日はね、夜帰るんで、ちょっともう積んだまま来ちゃったんだけど、まあね、ワクチン打って、で、おとなしくしてもらって、山梨に帰ろうかと思ってます。あの人ちゃんさあ、皆さんも頑張ってね。病院から帰ってまいりました。皆様お疲れ様でした。6頭のね、血液検査と、狂犬病の予防接種と、ね、まあ、あの血液検査というか、ね、精密検査もしてもらったんですけれども、結果がここに入ってます。で、まあね、獣医さんから一通り説明していただいたんですけれども、邪魔です、フィラリアの検査はみんな OK でした。はい、よかったです。まあ、もうやだ、もうやめて。で、血液検査ですが、まあ、皆さんいいから、シェフちゃんはいいから、もう、はい、じゃあジムちゃんは向こう行ってても、はいはい、いいから、いいから、いいから、皆さん、あや、皆さん OK でした。ちょっとね、タムちゃんがね、ちょっとデブちゃったのがちょっと、まあ、ね、分かってはいたもののね、もうタムちゃんね、こうやって日がない一日こうやってケージに入っているんでね、ほとんど動かないんですよね。遊びに行った時ぐらいしかね動かないんで、あとはねパールと遊ぶ時ぐらいかなってことで、ちょっと体重増えちゃいましたけど、血液検査は一番タムちゃんが一番優等生でございました。さすがです。ということでですね、もうみんな邪魔、もうほんと邪魔、6等分の、ね、血液検査、精密検査ね、してきました。問題なく、フェラリアも問題なく、はい、ようございました。はい、ほっといたしました。さて、気になるお値段ですが、ですね、まあ、いろいろと、買いましてね、ミックスカードって高いのね、一度3800円もするのね。ちょっと今まではあのニルベマシンだけだったんですけれども、スタートはね、ちょっとネックスガードにしてみたらこんなに高かったみたいな、びっくり。ということでですね、まあ、パルちゃんはね初めて、登録したのもあって、ちょっとみんなより高いんですが、他の5頭は、まあ、22,550 かける5頭 5とパルちゃんの25,550 かな、を出しますと、締めて138,000何がしになりました。ウィーミーやーいやーいやー、さすが6頭になるとね、
まあね、年に1回ぐらいしか血液検査精密検査やんないからね、まあ、いいんだけどでもですよ、でもですよ、なかなか1匹増えるとね、地味に財布が痛いでね、まあこれも年に1回でもしょうがないんですけど、あとは、来月ハシコン後のワクチンを一発打つとまたね5万近く飛んでいくので、まあ春はだいたい20万円ぐらい飛んでちゃうのかなみたいな、そんな感じです。いいの、もうそれはね、もうね、あなたたちがいるだけではもうプライスレスですから、私の人生は。いいんです、みんながね健康でいるためには、致し方ないことなので頑張って働きますということで、藤原さんちの春の散財シーズン到来その一段、フェラリアと狂犬病の予防注射でお金さようならしました。また今年もお土産をいっぱいいただきました。今年は何だっけ、何種類あるかな、まあ大体、6頭いるんでね、6個分もらえるんですけど、まあこんな感じで、今年もねシェシェジャーマお散歩バッグとかね、エコバッグとかいただきました。6個ね、結構ね私愛用してるんですよ。特にね、エコバッグはねもう本当に大活躍、ありがとうございます。かわいいお散歩バッグだね。さて、血液検査やらいろいろと頑張った皆様にはご褒美を差し上げようかと思っております。じゃーん、待って、キャー、襲われる、座って、私が取ったイノシシのアバラボレのジャーキーでございます。まあまずはね、タムチアンからみんなの分、きっとみんなの分あるからいい。はいはい、次年功序列さん、キットさん、はい、次カットさん、カットくん、カット、あら赤と持ってて、なんかもう怒ったら持ってたな、シェシェ持ってて、ね、ジムちゃんで、パパちゃん座れ、バイ、はいどうぞ。はあ、なんだかんだで半日終わってしまったわ。ワクチン打ちましたので今日は静かにね皆さんしていただきたく思います。ご褒美は鹿のあばら骨のジャーキーでございます。もちろん私お手作り。ジムちゃん召し上がってください。取られるよ。いいね、タムキヤン。結構ね、大きいの。だから食べ応えがあるでしょ。ね。ね。いいじゃん。タンパク質の、ね、あの成分も非常に良くて、さすがお肉いっぱい食べてるなって感じがしますけれどもね、素晴らしい、はあ、というわけで春の散財第1弾が終了いたしました。最後までご視聴ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。シェップ。